はいどうも、アマ太郎です。本日はイギリスの経済学者シューマッハーのスモールイズビューティフルを紹介いたします。どんな作品かと言いますと、人間を中心とした新たな経済学を提唱し、自然環境の保全と持続的な平和を訴えた世界的名著です。環境、エネルギー、教育といった今日の社会問題に関心のある方、特に困ったことはないのになぜか心が満たされないという方、自分の仕事に対してやりがいや成長の実感を得られていない方、いつも自分の心を安定した状態に保ち穏やかに暮らしたいという方に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。人類はこれまで大は小を兼ねるとばかりに巨大なものを作る努力をし進歩してきたという歴史があります。しかし経済規模も組織も人間関係も大きくなれば大きくなるほど心が豊かになったり幸福に生きられるかといえば必ずしもそうではありません。今回紹介させていただくのは、そんな人類の巨大進行に待ったをかけ人間本来のサイズに合った経済の在り方について説いた今注目の作品になります。これからの生き方や働き方のヒントが多く含まれている内容ですので、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。それでは参りましょう。シューマッハースモールイズビューティフル。さあ、まずはこの動画の全体像からお示しいたします。はじめに背景知識としてシューマッハーについて簡単に紹介し、その後本書の内容を、心が満たされない原因について最小限の消費で最大限の幸福を得る方法、なぜ人は働くのかという3つのテーマに沿って進めてまいります。さあ、では早速背景知識から見ていきましょう。エルンスト・フリードリヒ・シューマッハー、彼は1911年、ドイツの都市ボンに政治経済学者であるヘルマン・シューマッハーの次男として誕生しました。家系は14世紀以来ブレーメン市長を務める由緒ある家柄であり、また祖父は外交官でコロンビア大使を務めていました。そんなエリート家庭で育ったシューマッハーは1929年、ドイツの名門ボン大学に入学すると、その年の11月にイギリスに渡り、ケンブリッジである重要人物と出会います。彼の名はジョン・メイナード・ケインズ。後に雇用・利子及び貨幣の一般理論を発表し、失業と不況の原因を明らかにして完全雇用達成の理論を提示した20世紀最高の経済学者の一人です。シューマッハーはそんな偉大な人物の下で学んだ後、オックスフォード大学、コロンビア大学と転々としながら経済学を修め、1934年、23歳の時にドイツに帰国。その2年後にアンナという女性と結婚します。その頃のドイツではアドルフ・ヒトラーが政権を掌握し、第二次世界大戦がもはや避けられないという非常に緊迫した状況下にありました。そうした中、ユダヤ系ドイツ人であったシューマッハーはナチスの台頭に絶望し、イギリスへの移住を決断します。1937年、長男のピーター・クリスティアンが誕生すると、その2年後ついに第二次世界大戦が勃発。当時のドイツはイギリスにとって敵国であったため、イギリス国内に居住するドイツ人たちの多くは職を失い、路頭に迷うことになります。シューマッハーも仕事を追われ、かろうじて農園作業員としての仕事を得たものの、その後すぐに収容所に送られるなど苦境に立たされ続けたといいます。しかし彼はそんな過酷な環境下にあっても決してくじけることはなく、隙間時間を見つけては戦後の国際決済システムに関する論文を書き続けていました。そして完成したレポートをケインズに送ったところ、高い評価を獲得し、イギリス国内の知識人たちからも一目置かれる存在となっていきます。これをきっかけにシューマッハーはケインズの家に招かれたり、仕事を紹介してもらったりするなど、次々とチャンスが到来。やがてジャーナリストとしてタイムズ紙やエコノミスト紙にも執筆を任せられるようになり、少しずつその名が知られるようになっていきました。1946年、イギリス国籍を取得すると、シューマッハーは戦後復興の鍵を握るのはエネルギー、特に石炭であると考え、イギリスの石炭公社の経済顧問に就任します。また彼はゲーテ、ショーペンハウアー、ニーチェといった東洋思想に影響を受けた人物の著書に親しんでいたため、東洋の文化や思想に対して強い憧れを持っていました。そうした中、1955年、現在のミャンマー政府から経済顧問になってほしいと強い要請を受けると、
それを快諾。現地を視察したところ、シューマッハーは仏教徒の極めて合理的な生活態度に感銘を受け、1966年、これまでの経済学の常識を覆す新たな概念を提唱します。それが仏教経済学。仏教経済学とは、簡素と非暴力を基本とし、最小限の資源で最大の幸福を得ることを目的とした経済学のことを言います。従来の自由市場経済学では、どれだけ物を消費したかが幸福を測る上で大きな尺度となっているのに対し、仏教経済学では、いかに余分な消費をせずに幸福になれるかが重視されるため、両者は対極に位置するものと言われています。1971年、60歳となったシューマッハーは、長年勤めた石炭公社を退職。その後は、エネルギー問題の専門家としての経験と、経済学者としての知見を生かし、執筆や講演活動に注力し始めました。そして1973年、代表作、スモールイズビューティフルを発表します。その中で彼は、石炭や石油などの天然資源が、いずれ枯渇すると警告し、その数ヶ月後、なんと彼の予言は的中。かつてない石油危機が現実のものとなり、本書はたちまち世界的ベストセラーとなったのです。この作品は、経済、環境、教育といった幅広いテーマを扱っており、さらにそれらが地球規模のスケールで語られているため、人によっては話が壮大すぎて自分には無関係ではないかと、少し不安を覚える方もいるかもしれません。ただ今回の動画に関しては、私たちの心の在り方や生き方といった日常的な話題に焦点を当てていますので、どうぞリラックスしてこのまま聞いていただければと思います。さあ、というわけでいよいよ本書の中身に入ってまいります。一つ目のテーマは、心が満たされない原因についてです。では行きましょう。現代の一番重大な誤りは、生産の問題は解決済みだという思い込みである。この思い込みは、職業現場の実情に疎いものだけではない。経済の専門家も、世界各国の商工業の指導者も、官僚なども、それぞれが生産の問題は解決済みであり、人類はついに完成の域に到達したと思い込んでいるのである。はい、ここで止めます。現代の一番の誤りは、生産の問題は解決済みという思い込みである。とありました。ちょっとわかりにくいですが、要するに、優れた生産能力、高い生産性さえあれば、人類はどんな不足も、どんな問題も解決できるんじゃないかと勘違いするようになってしまったと、そのように批判しているわけです。では、当時の世界経済がどれくらい勢いに乗っていたのか、実際にグラフで見てみましょう。こちらご覧ください。今お示ししているのは、1820年から2018年までの世界の各地域における一人当たりの GDP、国内総生産の推移です。1945年に第二次世界大戦が終了すると、1950年あたりから西側諸国を中心に一人当たりの GDP が一気に跳ね上がっているのがご確認いただけるかと思います。そして今回のスモールイズビューティフルが出版されたのが1973年。つまりシューマッハーは世界的に生産性が向上し、多くの産業が飛躍的に成長している中で何か危機的なものを感じ取っていた。というわけです。さあ、では続きを見ていきましょう。私が言いたいのは、繁栄を手に入れたとしても、平和の礎を築くことはできないということだ。なぜなら、現代的な意味での繁栄を達成するためには、人々の貪欲な心や、嫉妬心を刺激せざるを得ないからである。そんなことをすれば、人間の知性、幸福、心の平静が損なわれ、さらには平和的な心も破壊されてしまうだろう。ひたすら富を追求すれば世界が平和になる。そう期待するのは現実を見ていないものの空想であり、非科学的、非合理的な考えである。かつてマハトマ・ガンディはこんな言葉を残している。大地は一人一人の必要を満たすだけのものは与えてくれるが、貪欲な心は満たしてくれない。欲望をかきたてたり、増長させたりすることは、英知の正反対であり、また自由と平和の正反対でもある。欲望が増してくれば、人は何かに依存したくなり、さらに生きる上での心配事も増えてくる。欲望を減らしてこそ、争いや戦争の究極的な原因である、様々な緊張を和らげることができるのである。
はい、心ためます。現代的な意味での繁栄を達成するためには、人々の貪欲な心や嫉妬心を刺激せざるを得ないとありました。つまり人間の欲望や嫉妬心などを煽ることによって、今日の社会経済システムは回っているというお話です。例えば、何の問題もなく日常生活を送れているはずなのに、誰かの生活や持ち物を見た途端、なぜか惨めな気持ちになった。あるいは学校や会社でも常に目に見える数字で評価され、望まない競争にさらされ続けた結果、心が疲れ果ててしまった。もしかしたら皆さんもそういった経験があるのではないでしょうか。もちろんシューマッハーは欲望を完全になくしましょうといった極端な話をしているわけではありません。終わりのない欲望を延々と刺激し続ければ、いずれ人類は悲劇的な結末を迎える可能性があるので、肥大した欲望を減らす方向に舵を切るべきだと主張しているのです。そこで彼は貪欲な心や嫉妬心にブレーキをかける上で、心がけておくべきポイントについてこう語ります。貪欲な心と嫉妬心を捨てるためには、何から手をつけたら良いのだろうか。おそらくそれは次のようなことである。贅沢品を必需品にしないこと、現在の必需品を見直し、その数を減らすこと、さらにその質もより簡素なものにすることである。もし今挙げたことが一つもできないのなら、明らかに永続的ではない経済的な進歩を必要以上に賛美することをやめることだ。はい、心止めます。自分の欲望や嫉妬心を弱めるためには、まずは贅沢品を必需品にしないこと、また必需品の数を減らすこと、さらに必需品の質をよりシンプルなものにすること、この3つがポイントであるというお話でした。これは一言で言えば、生活水準を下げましょうという提案なのですが、実際に取り組むとなると、おそらく一筋縄にはいかないかもしれません。なぜなら人間は、物にせよ、生活水準にせよ、地位や名誉にせよ、自分が一度でも手にしたものの価値をより高く感じ、それを手放したくなくなるという性質を持っているからです。この心理傾向は行動経済学では保有効果と呼ばれており、ちょうど本書が発表された1970年代初頭にアメリカの経済学者リチャード・セイラーが提唱しました。そのため、何も考えずに生活水準をどんどん上げてしまったり、所有欲、支配欲にとらわれて暮らしていると、その分だけ失ったり減ったりする痛みも強くなると言えます。そこでシューマッハーは経済学に仏教の教えを取り入れることで、貪欲と嫉妬心が渦巻く今日の物質至上主義に抵抗しようと試みたのです。さあ、それでは2つ目のテーマ、最小限の消費で最大限の幸福を得る方法に進み、仏教経済学の具体的な内容について見ていきたいと思います。では行きましょう。仏教の教えである八正道、その中の一つに正しい生活というものがある。従って私は仏教経済学というものがあって然るべきだと考えている。はい、ここで止めます。前回ブッダの真理の言葉で紹介した内容が早速出てまいりました。大事なところですので、簡単に復習しておきましょう。八正道というのは、自分自身や自分の所有物に執着してしまう迷いの心、すなわち煩悩を消し去る8つの修行法のことを言います。その中の一つに称名、正しい生活というブッダの教えがあるのですが、これは自分だけにとっての正しい生活のことではなく、客観的、合理的に見て正しい生活のことを意味しています。つまりシューマッハーはこの教えに基づき、貪欲な心や嫉妬心をお互いに刺激し合う日常が本当に人間にとって正しい生活なのかと疑問を投げかけているのです。その上で彼は仏教経済学の特徴について次のように語ります。仏教経済学の根底に流れているのは簡素と非暴力である。経済学者の観点から見ても、仏教徒の生活様式は称賛に値する。なぜなら彼らは極めて合理的であり、驚くほどわずかな手段で十分な満足を得て暮らしているからである。ところが現代は生活水準を測ろうとするとき、多くの場合年間消費量が尺度となっている。つまりこれは、消費の多い人の方が消費が少ない人よりも豊かであるという前提に立っているのである。これは仏教経済学者からしてみれば大変不合理なことだ。消費とは人間が幸福を得る上での一つの手段に過ぎない。理想は最小限の消費で最大限の幸福を得ることなのである。はい、ここで止めます。
簡単にまとめますと、仏教経済学とはシンプルさと平和を重視し、またわずかな消費で最大の幸福の獲得を目指している経済学ですと。その立場からすれば、たくさんのものやサービスを消費できる人はそうでない人よりも豊かであるという考え方は実に不合理であるというお話でした。確かに毎年発表される世界幸福度ランキングを見ても、 GDP の高い国が上位を独占しているわけではなく、実際にはフィンランド、デンマーク、アイスランド、スイスといった北欧諸国がずらりと並んでいます。つまり経済規模を拡大すれば、それに比例するように人間が幸せになるかといえば必ずしもそうではないのです。ただあまりに消費を抑えると今度は経済が回らなくなる恐れもありますが、この点についてシューマッハはどう考えていたのでしょうか。さあ、では続きを見ていきましょう。唯物主義者は主に物に関心を払うのに対し、仏教では悟りに至ることに関心を向ける。ただ仏教は中道であるため、物質的な豊かさを否定しているわけではない。悟りを妨げているのは富それ自体ではなく、あくまで富への執着なのである。また楽しいことを享受することではなく、それを焦がれ求める心が悟りを遠ざけるのである。はい、ここで止めます。唯物主義者は主に物に関心を払うのに対し、仏教では悟りに至ることに関心を向けるとありました。つまり仏教では物質的な豊かさよりも心の豊かさの方を上位に位置づけているというわけです。確かに世の中には十分な衣食住や健康を手にしても、それでもなお心が満たされずに苦しんでいる方が大勢いらっしゃいます。なぜそうなってしまうかといえば、人間の欲望には限りがなく、さらに刺激を与えれば自己増殖的に新たな欲望を生み出すというとても厄介な性質を持っているからなのです。そのため、まだ足りない、もっと欲しいという気持ちが生じた時は、自分はその対象物に対し本当に必要性や価値を感じているのか、それとも単なる執着心によって欲しいと思わされているだけなのかと、一旦冷静な思考を働かせる必要があると言えます。また仏教にはどちらか一方に偏ることを戒める中道という教えがあります。そのため仏教経済学においては、物質的な豊かさを完全に否定したり極端な節制を求めたりはしないと言います。つまり心が苦しくなるほど消費を抑えるのではなく、あくまで自分にとって本当に大切なものとそうでないものを見極めるバランス感覚が大切なのです。ただ自分に必要なものやサービスを得るためには、何よりもまず仕事をしてある程度のお金を得なければなりません。自由市場経済学の立場に立てば、仕事によってどれだけの利益が得られるかが重視されるわけですが、これに対し仏教経済学では仕事の意義や役割をどう考えていたのでしょうか。さあ、というわけで3つ目のテーマ、なぜ人は働くのかに進んでいきたいと思います。では行きましょう。仏教的な観点からすれば、仕事の役割とは大きく3つある。第1に、人間にその能力を発揮、向上させること。第2に、他者と共に働くことで自己中心的な態度を捨てさせること。第3に、真っ当な生活に必要な財とサービスを作り出すことである。はい、ここで止めます。なるほど、仕事の役割とは人間の能力を発揮、向上させ、自己中心的な態度をなくし、真っ当な生活に必要な財とサービスを作ることとありました。つまり仏教経済学において仕事とは、ただ単に物を作り利益を生み出すということにとどまらず、自分の資質や能力を向上させたり、他者や環境への配慮を学ばせたりするなど、人格を形成する役割を持っているというわけです。さらに彼はこう続けます。もし労働者にとって仕事が無意味で退屈で神経をすり減らすほど辛いものであるならば、おそらくそれは犯罪に近いことだ。また人間以上に物に執着することは慈悲の心が欠けており、あってはならないことである。しかしだからといって仕事を軽んじて余暇ばかり求めることは、人生の基本的な真理を理解していない証拠である。人間の性は仕事の時間と休みの時間のバランスによって成り立っているのであり、この二つの関係性を切り離してしまうと、仕事の喜びも休日の楽しみも失われてしまうのである。人間性は主に仕事を通じて培われるものだ。
インドの哲学者であり経済学者でもあるJC クラマッパは仕事についてこう語っている。仕事というものの性質が正しく把握され実行されるならば、仕事と人間の高尚な能力との関係は食物と体の関係と同じになるだろう。仕事は人間を向上させ活力を与え、その最高の能力を引き出すように促す。仕事は人間の自由意志を正しい方向に向け、人間の中に住む野獣を手なずけて良い道を歩ませる。仕事は人間がその価値観を明らかにし人格を向上する上で最良の舞台になるだろう。人間は仕事が全く見つからないと絶望に陥る。しかしそれは単に収入がなくなるからではないのだ。その原因は規律正しい仕事だけが持っている人間を豊かにし活力を与えてくれる要素がなくなるからなのである。なるほど、仕事が人間性を作るとありましたが、もちろんこれは仕事さえしていれば誰しも活力に満ちた魅力的な人間になれるというお話ではありません。その仕事が自分にとって面白くまた意義深いものであり、さらに成長の実感があること、その上でワークライフバランスを保ち心に余裕を持って働くこと、これらのポイントを抑えて仕事をすることがより良い人格形成につながるというわけです。ただ自分がどんな仕事を選びどんな働き方をするべきなのかという問題は決して簡単に答えが出せるものではありません。なぜならその手前の段階でそもそも自分はどんな生き方をしたいのかというもっと大きな問題と向き合い自分なりの結論を出しておく必要があるからです。そこでシューマッハーは人間の生き方を決める上で鍵を握っているのは教育であるとし、その重要性について次のように語ります。あらゆる資源の中で最も重要なもの、それは教育である。今日人類が恐るべき危機にあることは疑いのないことだが、それは科学や技術に関するノウハウが足りないからではない。そのノウハウを破壊的な目的で使われてしまうほど英知が欠けているからなのである。では教育に求められているものとは何か。それは世の中の意味を明らかにし人生の意義を人に納得させてくれる思想である。そして教育の役割として求められることは何よりもまず自分の人生をいかに生きるかという観念を伝えることだ。はい、ここで止めます。つまり頭の中にたくさんの知識や理論を蓄えた人間ではなく、人生の意味や目的について迷いなく確信を持って自分の性を歩める人間を形成すること、それが教育の役割であるというわけです。その上でシューマッハーは人間の生き方とは本来どうあるべきかについて次のように持論を展開します。人類は何でもこなす方法こそ知っているが何をすべきかを知らないのである。かつてスペインの哲学者オルテガはこんな言葉を残している。生きるということは他のことをしないで一つのことをすることである。なるほど、人類は何でもこなす方法こそ知っているが何をすべきかを知らないのであるとありました。つまり現代人は何者にでもなれるチャンスもあるし、それを実現するためのノウハウもたくさん持っていますと。けれども結局多くの人はたくさんの選択肢の前でどれを選べばいいかわからず途方に暮れているじゃないかと言っているわけです。そこでシューマッハーはオルテガの言葉を引用し、たくさんある選択肢の中からどんどん絞り込んでいって自分の道はこれなんだと迷いなく選択できる強さや賢さを教育によって養わなければならないと主張したのです。それに加えて彼は現代社会において人間としての基本道徳が失われつつあることも指摘し、次のように語ります。キリスト教の長い伝統の中には知恵、正義、勇気、節制という4つの基本道徳がある。これは素晴らしく行き届いた現実的な教えである。おそらくこれ以上に今日の困難に対処する上で役に立つものはないだろう。中でも知恵はあらゆる徳目の母と言われるほど意味深いものである。なぜ知恵がそれほど重要なのかといえば、善行をするためには現実をよく知らなければならないからだ。つまり物事を知り、それがどんな状態になるかをよく心得ている者だけが善を成し得るのである。はい、ここで止めます。シューマッハーは仏教経済学者ではありましたが、彼自身はカトリックの信者であり、本書ではキリスト教古来の教えについても触れられています。知恵、正義、勇気、
節制と4つの基本道徳の中で彼が重視していたのは知恵という徳目でした。なぜ知恵がそこまで重要かといえば、これがなければ良い行いができないからだと言います。例えば皆さんは全く悪気はなく、むしろ親切心を持って行動していたのに、なぜか周囲から煙たがられてしまったとか、あるいは良かれと思っていた言葉がかえって大切な人を傷つける結果になってしまったとか、そういった苦い経験をしたことはないでしょうか。人柄の良し悪し、善意のあるなしに関係なく、自分の言動が相手にとって良いものでなければ、それが裏目に出てしまうようなケースはよくあるため、本当の意味で良い行いをすることはなかなか難しいことなのです。そこでシューマッハーは、善行をなすには何よりもまず現実を知ることだと強調します。つまり、自分が良いと思っているものはきっと他の人にとっても良いものであるといった自己中心的な思い込みを捨て、現実をよく観察し、物事を客観的に捉えること。それによって人は偏見のない正しい知識、すなわち知恵を獲得し、初めて善行をなせるというわけです。このように本書では経済学のことだけではなく、人間社会をよりよく生きるためのヒントも多く書かれています。今回の動画で興味を持ってくださった方は、これを機に手に取ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけでスモールイズビューティフル以上でございます。いかがでしたでしょうか。今回は前回紹介しましたブッダの真理の言葉と、そしてオルテガの大衆の反逆とリンクするような作品を選んでみました。楽しんでいただけたでしょうか。まだご覧になっていない方は、概要欄に関連動画として貼っておきますので、お時間のある時にぜひチェックしてみてください。この動画が面白かった、参考になったという方は、高評価コメントなどいただけますと嬉しいです。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。